お待たせ。お待たせしました。買えたけど画質悪すぎてやめちゃった。買えたんだけど画質が悪かった。ね、お待たせしちゃった。今日はこれでいこう。今日は新しいファンデーションを買いました。クッションファンデーションっていう、なんかファンデーションって粉のつけるやつとか液体を出してこうやって伸ばすやつがあるんですけど、これはこうやってここにプシュってやってポン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 ってやるタイプ。粉でもないし液体でもない、間みたいな、間じゃないけど液体のすごいつけやすいバージョンみたいなやつ。マスクにつかないんだってファンデーションが。すごいなと思って買ってみました。またまた会議中につきサイレントで見てました。会議頑張れ。すごいよね。確かに密着がすごい気がする。使い続けてみようと思います。みゆさんが使ってたの、下のみゆさんが使っててちょっと見せてもらったけど、やっぱり良さそうだったから買ってみた。そう、メイクも進化するんです。ナルト最近結構進んで、今何話まで行ったんだろう、もう60話くらいまで見たかも。めっちゃ進んだくない？ティルティルはトルコ語でイモムシって。やば、イモムシ。韓国コスメなんだけどさ、イモムシっていう意味でつけてんのかな。だから輝くみたいな、そういう意味じゃないんだ。美しいとか、なんかイモムシやばくない？イモムシなんだ。よくそんな時間あるね。空いてる時間をアニメを見てるわけですよ。移動中とか朝の準備の時間とかメイク中とか、そういう時にアニメを流しながらやってます。だからね、ちゃんと内容は入ってないかも、まあ、さらーっと見てる。芋虫成分配合。いい成分だったらいいけど。ね、イモムシ入ってんのかな、怖いんだけど。イモムシっていうのは今んとこ見つからない。ティルティルってメーカーの名前だから、パックとかも出てるし、何でもある。ティルティル、カタツムリのクリーム、そんなのあるんだ。カタツムリってすごいね、エスカルゴ食べれるしさ、何でもできるね。ティートゥルース、アイアイ、エル、ラディエンス、ラディエンスが分かんないよ。化粧で女は変わるね。そうだよ。
変わります。マジ魔法です。輝き、お、え、すごい、たまたま合ってた。本当の私の輝き、光、あーすごい、確かにツヤ感がすごい。エスカルゴを食べたことある、サイゼリアエスカルゴのオーブン焼き大好き。好きなんです。スキン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 、サイゼ好き。沼はシンポジでした。29を楽しみに。と黒髪です。でもちょっと茶色く見えるかな。アイドルのうちは黒髪にでいます。黒髪の私で好きになってくれたみんなだから、黒髪でいる。茶色にしても、いいんだけど、なんか黒髪でいいかなと思って。冷たい、泣く、泣いてまあまだ高校生だから別に規則で染めれないから。こんにちは、こんにちは。茶色かな、染めるなら。なんかピンクっぽいブラウンにしたり、青っぽい黒髪にしたり、なんかみんな楽しんでて、私ももし染めたらなんかいろんな色やってみたいなって思ってます。紫っぽいの入れたり、まあ、美容院とかめんどくさいガリアなのでっていうのもあって染めない方がいいかなって。めんどくさいガリアだから、継続していくのが苦手なんです。18歳だけど高校生だから、年越しのカウントダウン TV は出れないと思います。今年はレイちゃんの生誕祭行けたからよかったです。お、いや、今年私の生誕祭入った方はもう大拍手本当に入ってよかったよ、私のファンの方が。高校卒業したらピアスを開けるの？開ける。もはや卒業式終わったら開けたい。どうせ開けなら早く開けようって思ってる。今日はサンタコーデ？え、違うよ。今日は友達とお昼ご飯食べてきて、その子っぽい服着てみた。なんとなく一緒に遊びに行くこの雰囲気に合わせて服変えるんですけど、今日の友達はなんかこういう系だ、あんまガーリーな感じじゃない子だったから、この服にしてみました。うん、ゆきたんが雪降らしてくれ、ゆきたんが雪を降らしてくれ。通気性が良さそう、そう、寒い、ほぼ半袖みたいなもの寒い。あ、え、ヒーターつけてと思ったらつけてなかった。そりゃ寒いわ。
穴開けるの怖さとかないですか？穴開けること自体は怖くないんだけど、その後のアフターケアが結構大変っていうのを聞いたから、それが怖いかも。うん、痛いみたいな、なんか穴の穴を掃除したりしなきゃいけないみたいで、それがちょっと怖いかな。耳たぶだけ。クリスマスパーティーっぽい。ほんと鼻はね。あーそう、産むらしいね。怖いよね。やっぱりやめようかな。やっぱりやめようかな。イヤリングでも十分可愛いんだよな。でも葛藤でしかない。毎回なんかずっとそれ繰り返してる。でもなんかあれば病院行けばいいんじゃないって思ってる。今日の夜ご飯は何だろう。食べるかも決めてないです、まだ。配信終わってお腹空いてたら食べるかもしれないけど、今のところ食べない説が濃厚。うん、お昼ご飯食べたから。お昼ご飯外食すると夜ご飯いらないなってなるんだよね、いつも。なんでだろう。ピアスの穴開けるのは医療行為だから自分ではダメって聞いたけど、なんかそうなんだ。どうなんだろう。自分で開けてる人結構いるよね。自分で開けて産んでさ、病院行くのもなんか初めから来なさいよみたいに言われたら恥ずかしいよね。ホール洗ってピアス毎日くるくる回せば、え、なんか回すのが痛そう。回すのが痛そう。学校にはいないですね、開けてる人。開けたらどうなるんだろう。塞がれると思う、穴を。で、掃除、謹慎活動ですね。最悪退学かな。友達同士は割り勘だね。完全に割り勘。みんなは友達同士は割り勘じゃないですか？場合割り勘、割り勘、男気じゃんけん、おごったりおごられたり。あー、そういうのもあるよね。出すよみたいなね。この間出してくれたから私が出すよみたいな。1円まできっちり、今日は俺が出すわみたいなのが。あ、そうなんだ。なるほどね。まだ高校生なんでお金にはシビアにシビアに行きます。大人になったらそうなりそうだね。今日行った店員さんが、
2人で同じ枚数5冊出してで、お釣りをなんとなく半分にしよっかみたいな感じで行ったら、お釣りを半分にして渡してくれて、あ、いい店員さんだなと思いました。わざわざあの細かくしてお釣り分けてくれた。ねえ、優しいね。うん、優しかったです。メンバーにおごったことあんまりないけど、くるるんにはいつもでもないか、まあ、割とおごることが多いかな。うん、しか行かないかも、後輩とご飯に。まなかちゃんは割り勘まなかちゃんは友達だからくるるんはまだちょっと後輩って感じ、めっちゃ仲いい後輩って感じ。まなかちゃんは友達って感じ。そうそう、年齢も下だから。そうなの、まなかちゃん同い年だしね。焼肉ね、いつかいつか起こります。そう、くるるんはなんか出したくなる、出すよって言いたくなるの。ズキーと言ったらおごりますね。ズキーの方がもらえてそうだけどズキーと言ってももらい、おごります。確かに今度からまなかちゃんにおごってもらおうかな、キャプテンだしねキャプテンだからおごってもらおうかな。うん、ダメだね、ズッキンでこんなこと言ったらダメだね。ダメだよね。仕事に戻る、頑張って、いってらっしゃい。佐藤は普通に割り勘かな、同い年だし同期だしね。うん、まあおごるおごられ問題は難しいよね。でも私は基本的に先輩におごっていただいてきたので、出せるときは出そうと思っています。ゆゆちゃんはすごいよ、アイル5人でご飯行ったときは全部出してくれたすごくない？5人分全部ゆゆちゃん出してくれて、もうなんか神様だと思った。かっこよすぎた。めちゃめちゃかっこよかったわ。うん、アイルの中だと一番先輩です。かっこいいよな。すごいです、ゆいちゃんは。そうだね、先輩が払う分か、先輩からいっぱいごちそうになった分、次は後輩に返していかないとね。こうやって循環循環あ、かわいい、なにこれ、メリークリスマス。撮って、みんな撮ろう。あ、消えちゃった消えちゃった、可愛かったのに。消えちゃった。ありがとうサムさん、メリークリスマス。
ありがとうサムサンタ、聞いちゃった。ありがとうございますおさむさん、おさむサンタ、おさむさんありがとう。 PC で見てるんだけど表示されなかったの、あ、私だけ？もしかして。私だけなのかな。見える人は見えるんだ。なるほど。1円単位で割り勘を求められたらさすがに引く？全然全然いい、合わせる。すごかったよ。バーってこうレースが、うん、リースのなんかこうバーってクリスマスのこうやって周りにクリスマスの飾りが可愛かったね。嬉しい、ありがとう。小銭がなかったらどうするの？ペイペイで送金。まああとなんか崩れたら渡すわって言って、時代だね、本当だよね。クーポンもよく使います。クーポン好き。10% オフが好きです。現金使う機会がほとんどなくて細かいことに持ってないや。そうなんだ。 IC、 あ、なんていうんだっけあれ、キャッシュレス派？私はどっちもかな。ペイペイくらいしか使わないかな。でもキャッシュレス決済だったら、現金も結構使うことが多くて、コンビニとかはペイペイとかかな。うん、確かに表示されてない人からしたらそうだよね。急にスクショタイムでびっくりしたよね。可愛いね、アニメーションがついたから撮ってもらおうと思って。クレジットカードかっこいいよね。でもペイペイ使ってると本当になんかあっという間にお金消えてくから怖い。本当に怖い。なんかなくなったらチャージしようって言ってバーってチャージして使うじゃないですか。怖いよね、急にいきなりなくなるからお金。私はまだクレジットカードが使えないです。
ね、その家族カードって何？みんながよく言う家族カードって何ですか？そうだよ、アイルのクレカあるから、みんなぜひ。へえ、親が持ってるカードに子供名義のカードを追加できる。へえ、わかんないや。行ったこともないや。クレジットカード欲しいって。いいね、それ。未成年も持てて。まあまあ。いつか使おう。アイルのクレカ、アプリ上のみアイルの写真載ったカードになるから本当のカードし、そうだよね、普通にねカードとしてねアイルが印刷されてるの欲しいよね。作れるんだクレジットカード。へえ、カードを作らなきゃ。もう毎回ルミネカードの話。いいのよルミネカード、いつか作るね。ネットで買うときはコンビニ決済かな、代引きとか多い。クレジットカード使わなきゃいけないときはお母さんに頼んで、お母さんにお金渡してます。うん、オタクカードとかの怖っ。めっちゃ怖くないそれ。そんなのさ、ファンの人ってあげたいって思うの？すごいな。あーそっか、詳細が見れるんだ、明細が見れるんだ。へえ、愛がすごい。愛なのか、これが、これは愛なのか。愛がすごいですね。全部自分が買ったの分かるのすごいね。めっちゃかば焼きさんめっちゃ買ってたらさ、恥ずかしくない？かば焼きさん100枚買ってるじゃんみたいな。バレたら嫌じゃない？カバ焼きさんとは書かれないんだ。
あ、コンビニとかファミリーマートみたいな、セブンイレブンみたいな感じ。おー、なるほどね。へー、じゃあコンビニでさ5万円くらい使ってたらさ何買ったんだろうって思うね。マホピョンの目さ、アニメグッズだらけ。どうなんだろう、マホちゃんって分かんないや。でもマホちゃんは本当にアニメのグッズを買うのが生きがいらしいよ。家族会議セールで買うときは悩む、すぐ買う。セールで買うときは結構すぐ買っちゃうかも、買っちゃうかも。勢いときめいたら買っちゃう。でもちょっと悩んでセールの最終日に買うことが多い悩んで悩んでセールの最終日に注文します。一回置いとく、一回欲しいなって思っても一回置いといて寝て最終日に買うかな。買ってから後悔したことも何度もあるけど、まあ次からはそれを買わないようにしよう、そこで買わないようにしようって学べるからね。学びだと思ってますね、いつも。うん、お店とかも行ってみて、あ、なんか違うなこの店って思ったら、まあ、いつか多分今日じゃなくても未来いつかそのお店に行って、あ、違ったなってなるだろうから、まあ今体験できておいてよかったなって思う。年内最後の餃子配信予定ある？ない。ちょっと夜配信というか、うん、なんだろう、ちゃんと時間取ってしっかり配信できる日がちょっとわからないのと、今はあんまり食べたくない時期なので餃子配信はどうだろう、今んとこ予定しないです。来年になっちゃうかな、ごめんね。洋服は新宿ルミネ一択なの？うん、新宿のルミネとかミロードとか新宿かな基本的に。あ、たまに原宿で買ったりもする。基本的に新宿ですね。うん、行達済むコツは、なんだろう、一番は最初は具をあんまり入れないようにすると進みやすいかもしれないです。渋谷行かないね。なんでだろう、渋谷土地勘があんまりないかも。新宿の方が前から行ってて分かる。そう、年末の餃子配信は、うん、今年はもうちょっとまだ何とも言えないですね。新宿でこの前迷子になりかけた。そうなの？大丈夫だった？私ももらえるかな、ね、もらえるかな、もらえなそう、お年玉。
灼熱の砂浜寝そべった水化粧。工事でどんどん分からなくなってるね。工事ね、渋谷と新宿の工事ってさ、私が生きてるうちに終わるのかなって思う。長すぎない？何鍋が好き？もつ鍋、キムチ、が好き。鍋は基本的に何でも好き。ミルフィーユ鍋とかも好き、みぞれ鍋も好き、全部好き。え、渋谷終わったの？終わったっけ？工事、え？ロータリーの方とかまだしてないっけ？どうだろう、もうしばらく行ってなくて覚えてないや。てかその工事が当たり前すぎて、なんだろうこれ、工事が当たり前すぎて、なんか景色とかしちゃってて日常だすぎてさ、覚えてないよね、どこで工事してるとかそれが日常になっちゃってるね。渋谷まだしてるんだ。あ、でも銀座線とかめっちゃ綺麗になりましたよね。渋谷銀座線変わったよね、すごく。あと私が好きな高輪ゲートウェイ、高輪ゲートウェイ駅めっちゃ好き、超綺麗じゃない？夜めっちゃ綺麗、高輪ゲートウェイ感動したのよ。前行った時写真撮っちゃった、綺麗すぎて。そう、すごい綺麗だから、夜もし通って時間に余裕があったら一回降りてみて。綺麗、綺麗だったよ。この服はこんな服です伝われ。昼間に行った、昼間も綺麗そうだけど夜がキラキラしてた、駅のホームが。うん、ぜひ。イメージ違った？前も着てた、結構前から持ってるこれ、たまにこの組み合わせできる。毎日確かに戦闘服みたいかも、ナルトだから。やっぱ昨日なんでレイちゃんだけスカートじゃなかった？私のもともと私の衣装で、あれ私が去年 M ステスーパーライブクリスマスのやつに出た時に作っていただいた衣装なんだけど、もう一人がミユさんがパンツだったのかな、あとナナさんかな。でその今回出たスカパーに出たメンバーの当て込みがたまたまスカートが多かったっていう感じですね。そんなに多分深い意味はないです。目立ったよね、でも一人だけ足の出てる範囲が広くてみんなスカートだったからね、ちょっと恥ずかしかったけど、まあいいや、可愛いから自分の衣装だしお気に入りです。1年ぶりに着れて嬉しかった。よかった、嬉しい。スナイデルの SS 可愛かったからプレゼント、わ嬉しい。もうそんな時期か、そんな時期だね、もう早いよね服って。何着てもね、そんなことないよ、似合わない服もいっぱいあるから。エリーとかだったら何でも似合うんだろうなって思いながらいつもお洋服選びます。どんな服でも着れちゃうのいいなと思って、私もそうなれるように頑張ろうとも思いますね。
握力が大事ですね。ウッカの子にレイちゃんすごい褒められた。え、なんで？嬉しい、嬉しい。肩が小さい。広いよ肩幅。私見て伝わらないか。肩幅広いよほら。この子ダンス元気で明るくて目が光れるって言って名前調べて、嬉しいんだけど難しい。もっと可愛い写真いっぱい載せとけばよかった。広くはない、本当ありがとう。骨格はウェーブです。ストレートもちょっと入ってるらしい。 5% くらいストレートで 95% ウェーブだって言われた。ただまあちょっと、広いのが私コンプレックスなんですよね。水泳やってたからか分かんないんだけど、水泳やってたのもある気がするんだけど肩幅が広いね。でも頑張ってこうやってグリグリってここ筋肉ほぐしてあげたりしてますよ。お風呂とかでこうやって。姿勢は1年半してた。そんなやってない言うて言うてやってないけど姿勢やってました。姿勢やってる人って綺麗な逆三角形だよね。肩幅が広い。小学校をやってたね水泳。泳げるっちゃ泳げるかも。速くはないけどバタフライくらいまで泳げます。撫で方なんだ。あ、撫で方って結構大変だよね。いろいろ落ちちゃうよね。佐藤も撫で方で、撫で方なんだって言ってた。確かにめっちゃ撫で方佐藤。バタフライ、バタフライできなくて水泳やめたけど、授業でバタフライ習ったらできるようになって、そう、まあ、結果良かったけど、バタフライできなくてやめたの。最後までこう諦めないのが私のいいところだと思ってたけど、なんかねバタフライの時がなんか精神的に来た。結構なんか終わりのない一生あの水の上に上がれないっていう感じが嫌で、でプールまでその時冬でさすっごい寒かったのね。1月とか2月でバタフライの球習ってた時にこんなに寒い思いして毎朝早起きしてプールに行ってもバタフライの練習でなんか辛い思いするんだったらやめようかなと思って。もともとクロールができるようになりたくて入ったし、クロールできるようになったしいいやと思ってやめちゃった。めっちゃね苦しいよ。なんかこうやってさ、いや自分のイメージではさ先生の通りにやってるじゃん。でもだんだんね手からまず手が水から出なくなるのね。でどんどん下に行くの。上に行きたいはずなのにイメージではこうバッシャンってこうやってるんだけどできないのようん、嫌だったね。温水プールだって行きが寒かった。自転車で行ってたから。
え、結構精神くる、くるのよ。やめちゃった。まあ平泳ぎ背泳ぎまではできたらいいかなって。でもよかった、その後結局学校でできるようになったから結果良かったです。うん、そう、バスとかなかった、バスとかなかった、自分で自転車漕いで行きました。弟と一緒に通ってました。平泳ぎ習ってないの、泳げた時は自分に感動して、え、すごい、平泳ぎすごくない、できるの。一番得意な泳ぎ、好きなのは背泳ぎ、得意なのは平泳ぎ。なんで背泳ぎが好きかってね、なんか優雅な時間が流れてる気がする。あのクロール苦手なの。あ、クロールは泳げるんだけど、なんか世話しないじゃん、バタ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 、うるさいしさうるさいし世話しないから好きじゃない。ゆっくり平泳ぎとか背泳ぎでゆっくり泳いでたい、静かに ゆっくりのんびり泳いでたいのよ私は。背泳ぎしてるとき聞こえる音いいよね。え、わかる。前も話したけど、私背泳ぎしてるときいつも僕らのユリイカが頭に流れながら、僕らのユリイカを頭に流しながら背泳ぎしてたんです。習ってるとき。ぶつかりそうになるから、なんかさ、上にだいたいフラッグが、フラッグなのかあれは。わかんない。なんか旗みたいなのさ、あるじゃん。旗とかラインとかだいたい引いてあるから、5メートルのラインとかそこら辺になったらそろそろだなって身構えていい感じのところでやめます。そう、気をつけてないと頭ぶつける。背泳ぎでターンできる、今できるか、今はしばらくやってないけどできたよ。当時はターンしてまた出て背泳ぎ。でもね、進級のためにさ 50m とかやんなきゃいけなかったから、背泳ぎとかクロールとかやってましたね。クイックターンとか、背泳ぎのクイックターンめっちゃ嫌いだった。怖いじゃんあれ、ちゃんと息吐かないとさ、鼻に水入って痛いから。飛び込みスタートどうだったっけ。あ、下下下下、飛び込み下、飛び込みもしました。懐かしい、ましたね。クイックターンちゃんと結構しっかりめに鼻から一気やんないとさ、すぐ隙あらば入ってくるからね水が怖いよね、生半可な気持ちでねやっちゃダメなのあれ。全息を鼻から出す勢いで本当に痛いねあれね。あとたまにあったのが、この伸びの勢いでゴーグルガッと外れて、あーどうしよう、あ目がと思いながらゴーグルここら辺にあるみたいなことあった。水圧でギャンってゴーグル下がる。え、これ分かる人いるかな。
おおと思いながら。めっちゃ焦るくない？普通に。水圧やばい。かけ方が悪いんだろうね。そんなこともあった。水の中で目開けれます。あ、今コンタクトしてるから無理だけど。あ、水泳の時はコンタクトしないか。もう普通に自分でプール一人で行くときはコンタクトしたまま入っちゃう。どうせゴーグルするし、ゆっくりしか泳がないし、いいやと思って。愛をささやくには波音が必要。原付バイクを飛ばして家まで帰る道筋、わざと山側夢で見君を見ない。スキーはしたことあります。小さい時におばあちゃん家行ってて、岩手のおばあちゃん家行った時にスキーやりましたね。その後にも中学校でスキー教室に通い、スキー教室の行事で滑りました。中級者くらいまでだったら滑れる。スキーはそんなにあれかも。なんかあんま転ぶのが怖くないので、うまくはないけど滑れないことはないです。スキーひよってたら危ないよね。スキーはひよっちゃダメ。あれは僕よくさ、そのスキー教室でさ、よくいたのがさ、もうこのままさ止まれなくてさ、止まれなくて、あの坂の下の、マットみたいなところにガーンってガーンって突っ込む人が何人もいたわ。キャーって言いながらボーンってたりする。体張って止めるしかないやん。もう自分で止めれないからさ、転ぶのも多分怖いのやっぱり。なんかさ、もうあた腹くくってんだろうね多分そういう子たちって。あ、もう無理、止まれないから自分が当たるしかないと思ってさ、ぶつかるんだろうね。超いたよ、そんな子たちばっかだったよ。スキーとかスノボー、ウィンタースポーツができるのってかっこいいよね。スノボーとかは私できないけど、スノボ、あのスノボもシュンシュンシュンって、スキーもシュンシュンってできるとさ、わすごいってなる。北海道から転校してきた子が何人かいたんだけど、その子たちはやっぱりすっごく上手くて、スキーがスキー教室のヒーローだった。ちっちゃい小柄の可愛い女の子もスキー教室ではもう上級者に混じってバンバン滑ってて、うわっかっこいいって思ってた。
食料持ってきた。急に消えた。食料持ってきた。授業でスキー行くのいいの？わかめ。サーフィンできるけどスノボはできない。え、全然違うんですか、サーフィンとスノボって。通ずるものがありそうだけど、茎わかめはちょっと酸っぱい。だいたいシソっぽい味がします。梅シソ、梅の風味とか好きな人は美味しく食べれそう。サーフィンこそ。大好き。もうさ、このちょっとずつじゃなくて、これくらい大きい茎わかめにかぶりつきたい。私の部屋にある食料。これもめっちゃ好き。百均の干し芋大好きなの。しっとりしてる、いい感じに。これも大好物。あとセブンの干し芋も好き。セブンの干し芋めっちゃ美味しいんだよね。セブンオリジナルの干し芋。セブンオリジナルの干し芋めっちゃ美味しいよ。柔らかくて好き。これが好き。確かに茨城す。あ、これは。中国。
美味しいよね。うん、芋けんぴ好き。欲しいもオーブントースターで温めて食べて。え、書いてあった。どこだ。うん、ここに書いてあった。やってみよう。甘栗も大好き、大好きだよ甘栗。干し柿も好き。え、デロンギにさ干し芋くっつけたらダメ？ティッシュ引いて。それダメか。それダメか。さすがに。トースターで温めてバター、うーん美味しそう。美味しかった。芋とバターは合いすぎるね。うん、私もじゃがバター好き。ラーメンは醤油と味噌と塩が好きです。でもつけ麺が好きなんだよね。豚骨は一蘭だったら食べれる。蒸し野菜にチーズのせるのハマってる。わあ美味しいね、それいいね、美味しそう。野菜いいね。つけ麺は、うん、魚介系の出汁が好き。昔ねカフェのメニューでヨカルンさんが考えたつけ麺があって、それが大好きだった。 AKB カフェのメニューのヨカルンさんが考えたつけ麺めっちゃ好きだった。あれ美味しい。二郎系は行ったことない、行ってみたいです。一緒に行ってくれる人を探さなきゃ。めっちゃ魚介だったんだよね、美味しかったの。じゃがアリゴ食べたことある。
じゃがりこ流行ってる時に本当にじゃがりこのチーズ味がスーパーから消えたの。消えるなんてこと今までありえなかったのに、なかった。あれでやったかな、だからサラダ味でやった。うん、友達とねやったジャガーリコ、懐かしい。中学生の時だよね、流行ったの。3年前くらいじゃない？うん、1杯で1500カロリー、へえ高いね。さすがジロー、すごい。ボディービルダーの方とかさね食べれないだろうね、怖くて。1500やばいよね。でも食べてみたい。一人でラーメン屋さんは入れる。つけ麺屋さんはよく行きます。寸胴屋初めて聞いた。ある？関東にもある？通販で二郎系買える。あ、そうなんだ。同じなのかな、味は。はい、でもお店のこう雰囲気もあって、お店の方が美味しそう。辛い系も常識の範囲内だったら食べれます。うん、カップラーメンは食べなくもないですけど、食べる機会があまりないです。カップ焼きそばはたまにめっちゃ食べたくなる時がある。うん、UFO が好きなの。カップ焼きそばに目玉焼きと納豆を入れる。納豆とキムチ、この中にただノーマル何もかかってない部分と目玉焼きが乗ってるところとキムチが乗ってるところと納豆が乗ってるところをこう作るの、円グラフみたいに。で最後はマヨネーズかけて食べる。合うよ、合う合う、全部合う。合わないわけがなくないですか、だって。うん、そうやって食べるのが好き。卵は絶対合うじゃん、納豆も絶対合うじゃん、キムチも絶対合うじゃん、マヨネーズも絶対合う、チーズかけても合うだろうし、何でも合いますよ。卵がとにかく好き。でも卵のカップ焼きそばが本当に美味しい。あ、そう、半熟のもうなんかほぼ黄身みたいな
ほぼ黄身みたいなやつが好き。ほぼ黄身？うん、何言ってんだろう。本当無理、意味が分かんない。疲れてるんだ。ほぼ生。適当すぎるよね、本当に。半熟の。本当やめてよ。いや、かん、どんな卵よ。気持ちは伝わった？ありがとう。多分私こういうことある、たまに。みんなだったら分かってくれると思うから。解読してスルーしてね。ごめんね。恥ずかしいわ。そば飯は、そば飯は美味しそう。そば飯は美味しいわ。いいな。さりげなさすぎて。さりげないよね。世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう、きっと今日も。カップ焼きそばはあれだ、 UFO。濃いのが好きなの、濃い味。 UFO が好き。そのごつ盛り、ごつ盛りっていうのも食べてみたい。うん、 UFO が大好き。あ、ペヤングも好きやけど、ペヤングは結局ソースかプラスしちゃう。濃いのが好き。マヨネーズかけるの大好き。私本当に焼きそば好きで、焼きそばパンとか大好きなの。焼きそばパン大好きで、昔は公園の帰りにコンビニで焼きそばパン買うのがもうなんかルールみたいな感じでした。いつも公演終わっ、昔ね、小学生とかの時にいつも公演終わったらコンビニで焼きそばパン買って帰ってました。うん、いつもそれしてた。ゆくは細かったよね、あれで。若かったから細かったんだよ、そんなことしても。公演頑張ったご褒美にいつも買ってた。今は頑張んないと体型維持できないですから。焼きそばパン何であんな美味しいんだろうね。超喉乾くけど超美味しいよね。れいちゃんもいりちゃんも棒みたいだったよ。いや、若すぎた、若かったのよ。子供だったからね、やっぱ。普通になんか人間の成長がわかるよね。背も伸びて、なんか体も、体つきも変わるじゃないですか。人間だね、私たちって。アイドルも人間なんだね、本当に。うん、そうだね、炭水化物うまいよ。うん、レイちゃんみたいな可愛い娘がいたら何でも買い与えてしまいそう。買い与えてください、お願いします、お願いします。
炭水化物しか買ったん。それな、炭水化物が美味しいよ。今18歳です。かき分けタイム。いつも録画してるテレビはアメトークとしゃべくりセブンとロンドンハーツ。でも全然見れてない。もうハードディスクの容量いっぱいだと思う。バラエティー好きです。ドラマも録画してたんだけど結局見れてないですね。もう諦めた。見る時間がない。今まで学校だったから。結局12月もいろいろあって忙しかったから、1月からまたね、私は学校ありませんので、もう自由の身なのでいっぱい録画してテレビをいっぱい見ようと思います。AKB に就職っていう感じ。 AKB って就職先？私も就職してんじゃない？社会人ってさ、社会人ってなんだろう。社会人とは何ですか？仕事をしている人なのか、社会に出ていたら仕事。何？社会人って二十歳超えた人？大学卒業した人？学校に行かないで仕事をしてる人が社会人なんですか？なんだろう。難しいね。こんな話しても何もなんないんですけど、学生ではない人かな。とりあえず実社会ってなんだろう。キャップ落とした。ごめんね。そっか、学生だからまだ社会人ではないか。むずいね。個人事業主？
仕事してるけど社会人じゃない。まあでも仕事って感覚あんまないよね。仕事だけど。で自分が頑張った分お金ももらえるけど、なんかそれ以上のものももらえてる気がする。なんか愛とか応援の言葉とかすごくない？アイドルマジですごくない？こんな職業すごいよ。ねえ、すごいよな。今思ったわ何度考えてもアイドルってすごいよ。ここまで切り取ってください。お願いしますここまで切り取ってくださいどうかこれが餃子を超えますように。もう餃子は見なくていい。みんなもう餃子は見ないで。これが伸びてほしかった。餃子じゃなくてこれが伸びてほしかった。もうなんで餃子があんな恥ずかしい。もうまさか思いもよらなかったわ。これをぜひね伸ばしてほしい。お願いします。80万回行ったんだもういいよ、みんな見なくていいって。本当にビビるビビる。しかしメイクさんとかもう結構見たよって方いて恥ずかしすぎた。本当にやだね。そういえばお父さんに誕生日プレゼントとか、まあ、クリスマスとかも込めて iPad を買ってもらったんだけど、出荷が2月なんだって。遅くない？え、ね、こういうもんなの？いつもさ2ヶ月3ヶ月先じゃないと出荷されないの？びっくりしちゃって私。クリスマスだからかな、半導体の、あ、やっぱそうなんだ。お父さんもなんか半導体がなったらって言ってたわ。うん、半導体が何かよく分かってないけど、なんか部品的なやつが足りないのかな。そっか、そっか、残念です。うん、コロナの影響もあるんだね。新車、あ、車もそうなんだ。あー、なるほどね。やだね、もう世の中世界が大変ですね。うん、2月は遅いよ。この間頼んで届くまで2ヶ月くらいかかった。やっぱそうなんだ。あ、じゃあ何ヶ月前からか。そうなんだ。
5月、6月の日、半年後ってこと？全部なんかね大変だ。そうか、食料品も値上がりしたんだ。新築の家も遅れそう。あ、全部遅れそうじゃん。みんな半導体もマックのポテトも深刻な問題。マックのポテト深刻なんだ今。あ、さっきなんかじゃがいもがなんたらって言ってたね。どういう意味だろうと思ってたけど。ミスドも値上げ？辛味チキン小さくなった。洋菓子き作れない。 S サイズだけなんだポテト。牛丼屋さんも値上げした。大学の卒業もう1年後になりそう。関係あんのそれ。世の中の自由関係あるの大学の卒業って。 S だけなんだ。へえ、知らなかった。今日マック行ったのにオレオ食べたわ。マックツイストのオレオ食べてた。ポテト値上げ、ミスドも値上げするの。へえ、全部値上げやん。変ですね。確かに健康になるかもね。健康的になるかもね。みんな S サイズと思ってた。コロナでコンビニでおでん売らない影響で大根安い。あ、最高じゃん。大根安いのめっちゃいいじゃん。みぞれ鍋食べたい。みぞれ鍋、大根おろし大好き。飲むアルコールの量は増えた。おつまみが S サイズ何個か買うのはダメ。いいんじゃない、いいんじゃない。買わなきゃ買わないでさね、経済回んないし。れいちゃんのお給料も値上げで。確かに値上げで。お願いします。湯沸かし器壊れて買い替えなんだけど、湯沸かし器がすぐ手に入らない。今シャワーしか使われない。あ、湯沸かし器ってそういう意味。なんでさ、みんな鍋で沸かせばいいじゃんって思ってた。え、そういうこと？ん？どういうこと？そういうことか。家のお湯が出ないってこと？あの、湯船が張れないってこと？あ、そういうことね。いや、なんかティファールみたいなさ、なんかみんななんか2人くらいいなくて、なんか2人くらい湯沸かし器がないみたいな人がいて、ずっとなんか夜間で沸かせばよくないって思いながらコメントスルーしてた。あ、そういう意味ね。ごめんなさいね。あ、みんなそんな、そっか、普通は湯沸かし器がいるのかと思ってた。それは大変だわ。それは大変だよ。早くね、欲しいよ湯沸かし器。本当に面白いわ。お湯張れないのはやだね。
でも冬って結構さ、いろんなもの壊れるくない？寒くて、寒くて水道管なんか雪とか降ると水が凍って水道管破裂とかあるじゃん。いろんなものが壊れるじゃないですか冬って。お金かかるよね冬って本当。しかも年末セールとかさ、なんか年末年始セールやってさ、なんか安くなると買っちゃうじゃん、あんまいらないものでも。ほんとやだよね、困るわ、買っちゃうよねついつい。銭湯行ったことありますよ。銭湯好きだよ私。沼ハモルーマンの MV の時にトムさんとお風呂に入りました。2泊くらいしたんだけど、2回くらい一緒に入った気がする。確か佐藤とも入ったっけな。そうなの。気持ち悪いんだけどみんな。綺麗な姿だったよ。すごい食いつくじゃん、全然コメントしなかったくせにみんな。綺麗な姿だったよ。なんだそれ。今ざわついてガタってみんな。なんだって、うん、そう。ああ面白すぎるって。そうそう仲良くなりましたね。本当に分かりやすいってみんな。もう私でよかったね本当に。こんなこと言って笑って許してくれるメンバーなかなかいないですよ、みんなドン引きだから。そうだよ、人選んでそういう反応しなさいよみんな。広いお風呂に入りたくて私はあの大浴場行ったんだけど、トムさんともたまたま出会って、うん、ちょっとお話ししたりしました。気まずくはならなかったかな。コンタクト外したからあんまり顔見えなくて、最初綺麗な人がいるなと思ったら、あ、トムさんだと思って、そんな全然気まずくはなかったかな。そうなんです。だから温泉とかは好きですよ。はい、温泉好きです。サウナとかは入れなかったな。テロップ書いたらさ一瞬で倍くらいになるよね。
視力はそんな悪くもないです。 0.1 と 0.5 です。ガチャ目悪くはなくても生きていけます。コンタクトとかメガネとか。でも頭がすごく疲れる。ねえ、サウナとか行きたい。月に2回は温泉ために遠出する。あ、いいね、いいね、温泉旅行みたいなね。車でねバーって行っていいね、美味しいもの食べてね。家ではまあコンタクトが多いかな。あんま家にいないけど私。一日中家にいる日はメガネかな。一回外に出ちゃったらもうお風呂入る時まではコンタクトです。車の免許取る予定はないですね。その代わり寝ない、助手席で寝ない訓練します助手席で寝ない訓練するつもりです。免許取らない代わりに。運転してもらう気満々ありますよ。運転してもらって分ね。もう弟に取らせます、免許は取らせますので。みんな車ドライブとかするときさ、何の音楽かけるんですか？音楽はかけない人もいる？洋楽？ラジオとかの人もいるよね。 AKB、AKB、EDM。 いいね、法定速度優越感やめてよ、なんか危ないじゃん、そんな法定速度と優越感聞いてたら。ね、ラジオも結構多いよね。なんとかインターチェンジで何キロの渋滞です。自分が免許取った時は隣に走り回っていた。あ、それは嬉しさ。練習、ジネちゃんドライブに合う。本当、流して流して。おしゃれな洋楽、あ、いいね。なんか洋楽かけながら海沿いとかドライブ、サングラスかけながらしちゃってさ、なんかかっこいいね。なんか私もやりたくなってきた洋楽かけながら海沿いドライブ、サングラスかけて。
いいなぁ。嵐車は大きい車、ごついやつがいい。ごつい車が好き、四角みたいな。でもなんか種類とかよくわからない。種類は知らないからわかんないけど、昔から大きい車が好きです。ゲレンデ、ジープ、ロールスロイス、ハイエース、わかんない。ベルファイア、わかんない。ハマー何も知らないけど、なんか大きい車が好き。車酔いします。氷食べたらいける。ロケ車ロケ車も大きいけど、車酔いするんだよ。景色見たりしてるとまだいいかも。ダンプカー、ダンプカー、ダンプカーじゃないな。柑橘系はダメよね、車酔いしちゃう人ね。柑橘系のジュースとかお菓子とか食べれないよね。めちゃめちゃ酔いません？私昔オランジーナがめっちゃ好きで、オランジーナ飲んだけど車酔いしちゃってみたいなことが多かった。ハイチュウのオレンジ味とかみかん味とか食べて後悔する。昔はなんでこんなによく分かんなかったけど、よく考えたら柑橘系がダメなんだなとある日気づいて、そっからもう水しか飲んでないです、車乗るときは。ちょっと良くなったけど未だにするよね、車酔いは。あとなんだろう、車内の匂いとかも関係してくるかも。車内の匂いは結構大事。車っていう匂いあるじゃないですか、車って感じの匂い、あれがもうすぐ酔うね。ああいう匂いの車は、その匂い嫌いなわけじゃないんだけど酔っちゃう。めっちゃ車みたいな匂い、わかる。だから窓を開けたり、冬でも窓開けさせてもらえるんだったら最高。あ、タクシーもたまにいる、車って匂い。だからこう窓を開けさせていただくことが多いかな。まあ、今コロナ禍っていうのもあるからちょっと言いやすくなったよね、窓開けてもいいですかって。嬉しい、分かってもらえて。ドア開けてもいいですか一
生許されることはない、うん、私あれわかんないの、なんか車運転激しい人とかなんかめっちゃ揺れるとかあんまわかんないよね、それあんま気にして乗ったことない。お父さんは運転すごい上手いです。お父さん上手い運転、やっぱその経験が大事って聞いた。運転上手くなるのは乗らないと運転上手くならないって。うん、すごいわ、運転の話でさ15分くらい話したんじゃない今車の話でこんな話なんてすごいね。美里さん、美里さんはダメだ、あれはもう免許なんだっけ、あれ免許停止、美里さんは免許停止です。よね、そう剥奪、そう剥奪です。あ、マリオカート得意だわ私。確かに行動範囲が広がるよね。自分だけの車が欲しいな、でも免許はいらないけど、だとしたら免許取れって感じだよねマイカー、やっぱさこう田舎の方行くとさ、あのもう一家に3台くらいあるじゃないですか。おじいちゃん家とかに、おじいちゃん家とか一人一台車、すごいよね自分の車あんの。うん、ねえいいよね。おばあちゃんの車が真っ赤なんだけどかっこいい、私赤い車がいい。ね、そのおばあちゃんがピッカピカの赤い車をいつも持ってんのよ。でなんか消防車って言われてるらしい今は分かんないよ、小さい時になんか消防車って言われるのよみたいなそう話を聞いてるのを覚えてる今でも。消防車なんだって、赤だから、持っただから軽トラじゃないね。私は赤が好き、赤の車がいいね。黒は意外と汚れが目立つって、傷が目立つって本当？でだからこう既存目立たせたくなかったら意外と白がいいみたいな、こすったら終わるけど
もはや茶色がいいんじゃない？ねえ、らしいね。そっか、傷が白くなるからこの日に当たって目立つのか。あ、シルバーね。ホワイトパール。緑。シルバー系が目立たないんだ。へえ。なるほどね。知らなかった。オレンジ、あー、かわいい、かわいい、かわいいね。やっぱ赤がかわいいな。2月のお話し会追加したわよ。あ、ありがとうございます。みんなお話し会申し込んだ方がいいと思いますよ。本当に待ってるね。再販してるの今。いいことあるいいことあるよ。勇気を出して、勇気を出して、会いに来て。25のお洋服決まった。一応白ニットにしようかな。あ、違うわ、あれサンタさんだ。25日、サンタさん来ます。26に白ニット着ようかな。じゃあ、あさってお話し会だよ。アンタコス、申し込みページまで引き返しました。なんで、なんで、なんでかな、なんでかな。オンライン話し会取ったことないです。お話し会しようよ。撮りたくなるよ撮りたくなっちゃうよ。そう、もう冬休みです。ね、それね、長いよね。私配信結構やってるわ。もう2時間経っちゃった。配信しすぎたでも明日配信できなそうだし、いいやね。いいよね。勇気をください。勇気をあげます。当たりますように。当たるよ。当たる、当たる、当たる。大丈夫、当たって。みんなはさ、サインがやっぱいいのに、ツーショットとかワンショットとか動画とか。動画はないか今。そういうのじゃなくて、ワンショット。意外とワンショット人気。ツーショットはそんな好きじゃないだろ、みんな。へー。
これから夕飯の準備、おすすめのお味噌汁の具は白菜。白菜の味噌汁が大好き。白菜とえのき。ぜひ。白菜美味しい。えのき美味しいよ。昨日は冬至だったから柚子のお風呂に入りました。あとかぼちゃのシチューが作ってあった。お、白菜にします。やった、採用採用。白菜のお味噌汁超美味しいよ。お味噌汁も2日目が美味しいよね。やっぱ冷めるときに味が染みてね、次の日がやっぱ美味しいのよね。うん、ママは結構そういう冬至とか、うん、なんだろう、あとは七草がゆとか行事のご飯食べたりするさせてくれます。柚子のお風呂は冬は結構柚子入ってることがある。お風呂にいい香りですよ。うん、キャベツよりもね白菜が美味しい。あ、そう、大家さんの卒業公演出させていただくこと、そうなんです、出させていただきます。明日もそのリハをいっぱい頑張ってきます。ぜひ見てください。なんかさ、全部言えますよ。セリーナズナ、五行箱べら仏の座、鈴名鈴代。日本語で遊ぼうで覚えた、小学校の時、保育園の時。それが大家さんと私はまともにしっかり会話をしたことが本当に少ないんですけど、ネモステレビのゲームのゲームバトルみたいなやつでスプラトゥーンをよく一緒にやってました。あとは前に17ライブで私とユーリーさんと仲良くなりたいって言ってくださってて、それを聞いて私が話しかけてみて、横山さんの卒コンのリハーサル期間でちょっと話せるようになったんです。だからまさか私出たかったんだけど呼んでもらえるのかなとか思ってて、無理だろうなと思ってたらまさか呼んでいただけたので本当に嬉しいんです。本当に嬉しいの。でも何度もリスケしてるご飯結局行けなさそうで来年になりそう。嬉しい。れいちゃんはゲームうまいって言って、嬉しい。でもなんかさ、ちょっとさ気まずいというかスプラトゥーン一緒にやってたけどさ、何回もさ大家さんに会ってさ、お互いさバチバチしてたからさ、スプラトゥーン内でそうなの。でもよかった、そのゲームの思い出もあるかも。大家さんとはゲームをいっぱい一緒にやった思い出がある。いつね開いてもやってたのよ。よく一緒にやってた。だから練習、嬉しいな。頑張ります。え、
M ステ楽しみです。あ、ありがとう。 M ステ見てね。ゲームのフレンドになったのはそのネモステレビでゲームの企画を やるってなった時にアカウントをいただいて、そのアカウント内でもみんなフレンドだった、もともとメンバーがね。だからすぐ分かりましたよ、スプラトゥーンやってるなとか、そういう分かるんですよ、フレンドが何やってるか。イカ友ってんだ。そう、イカ友です。うん、それで仲良くなりましたよ。早く行きたいな、おやさんと。しーちゃんって呼べるようにまずは。まほちゃんみたいに断られたらどうしよう。まほちゃんなんで断られたんだろう、めっちゃ面白いんだけど。まほちゃんが断られた話めっちゃ好き。しーちゃん、しーさん、まほちゃんなんで断られた、あれめっちゃ面白かった。なんか MC で私もしーちゃんって呼んでいいですかみたいな言ったら、大家さんでみたいな言われたらしい。真帆ちゃんが言ってた。面白い。本当に好き、この話。本当もちゃん面白い。このスカパーアイドルフェス昨日やって、その期間にまほちゃんとめっちゃ話したんだけど、やっぱ面白い、まほちゃん。まほちゃんって本当に面白い、なんか明るくて楽しい、話してて。メンバーって結構病みやすい子が本当に多いし、こう常に何か悩みを持ってて、こう精神的に弱い子が多いんだけど、多いっていうか弱くなっちゃうと思うんだけど、まほちゃんって本当にずっとね、なんかこう明らかんとしてて明るくて面白いですね。なかなか見ないよ、そんなメンバー。まほちゃんなりに多分悩みとかあるだろうけど、本当になんかポジティブで見てて楽しい。うん、あ、そうそうそうよく戦ってね、喧嘩買っちゃうから。もちろん床にも話する。病む予定組んどるよ、まほちゃんどういうこと、計画的なんだ、病むのも。私はほぼ病まないかな、短い病んでも。次の日には、あ、次の日までは持ち越さないことが多いです。なんか悩んでもその日一日は落ち込んだりするけど、多分ね、私3時間くらい、4時間くらいで全部解決する。うん、もうみんな私の考えあげたい、みんなに。私の頭、脳みそ共有したい。うん、4時間くらいで解決する。解決方法はなるようになるって思うことか、
まあ、気にしないようにするか違うことを考えたり。マジで気に引きずらないかも私。どうかも。適当なんだよ多分。でも悩んだら悩んだで成長すると思うし、悩む時間も大事だと思うから、これがいいわけではないと思うけど、私的にはこれが好きだね。みんな、自分でメンタルでケアできる人尊敬する。尊敬、ありがとう。友達と会うのがやっぱ私はストレス発散になったりするから、ストレス発散の方法の一つだから、友達と会うのもねやっぱ大事かな私の中だったら。研究生の時は若すぎて流れるがままだったので逆に悩みませんでした。研究生だからといってなんだろう、研究生だったけどいっぱい公演に出れてたし、お話し会とか握手会も普通にねやってたし、そもそも若くて年齢でコンサートはまず普通に出れなかったから、最後の方の曲とか選抜とか関係なくね、だからあんまりね気にする悩みの種がなかったんですよね。今考えたらいろいろ悩まなきゃいけないくらいの立場だったというか、全然人気もなかったし逆に悩まなきゃいけなかったと思うんだけど、若すぎてそれに気づかなかった、悩むべきことに気づかなくって、っていう感じだったんだよね。年齢があるかも。焦りもなかったし。そう、研究生長かった。長かったけどあんまりなんだろう、そんなに変わんなかった気がする正規メンバーさんと。そう、目の前のことで一生懸命だったの。エリーとか佐藤が逃げてた時焦らなかった。どうだろう、でもそうだな、確かに佐藤がこう出てきたあたりとかからは自分の立ち位置を気にするようになったかも。すごい気にするようになったかもしれない。でもその上にいるメンバーはメンバーで悩みがあるだなっていうのを今になってわかるし、日の目を浴びれていないメンバーもメンバーで悩みはあるし、どっちの気持ちもわかるかな。やっぱね、何を頑張ったら上に行けるかわかんなくなるんだよね。で上に行けたら行けたで、なんで自分が上にいるんだろう
なんで自分が今ここに入れてるんだろうって自信がなくなって分かんなくなっちゃうし、じゃあ次はこの位置をキープするように何をしなきゃいけないんだろうって思うし、恐怖もあるし、もうそれぞれで違う種類の悩みがやっぱあるよね。そうなの、悩みは尽きないですが、みんな幸せに生きれるといいですね。あ、そうそう、チェックシートとかあったらねいいよね。これができる、はい、これもできる、これもできる、はい昇格、これができる、これが、はい選抜みたいなね、わかりやすいよね。だとしたら、ただわかんないからね、本当にもう大炎上して見つかって逆に人気出て選抜ってパターンももしかしたらあるかもしれないしね、いろんな可能性がありますよね。なんかね、参考書とかさ攻略本みたいなのあったらねいいよね。でもやっぱりこう自信がね結構大事な気がするよね。自分のに自信があるとやっぱ輝いて見えるし、うん、なんだろう、写真もすごい可愛くなるし、踊ってる時の表情とかもすごく良くなるし、発言もこう堂々とした感じになるだろうし、積極的にもなるし、自分に自信が持てたら一番いいんだけど、それも難しいの、難しいのよ。だからなんか里がこう可愛い、どこが可愛いって言ってたのはちょっとわかる気がするね。こうどんなところがいいのか具体的に褒めてもらえると嬉しいよね。踊りが大きくてうまいねとか、ターンがすごく綺麗だねとか、 MC の人の話を笑顔でよく聞いてるよねとか、 MC の時の姿勢がいいねとか、言葉遣いが綺麗だねとか、横顔がすごく可愛いねとか、わかるね。なんか具体的に言ってもらえるとね、自分をいっぱい見てくれてるんだなって思うんだと思う。うん、あ、わかる、見てる人は見てるんだよ、本当にわかる。それ見てる人は見てるって言葉はいい意味でも悪い意味でもあると思う。真面目に頑張っているところを見てる人は見てるし、なんだろう、なんか、こう不真面目なところとか、なんだろう、不誠実なところとかも見てる人は見てるわけだから、見てる人は見てるって本当にそうだと思う。いいこともいいところも悪いところもね見られてますからね、常に。怖
怖いよね、見ないで見ないで、怖いよね。本当にそうなんですよ。真面目な話しちゃったよ、恥ずかしい。真面目な話するとなんか格好つけてるみたいでめっちゃ恥ずかしいって友達が言ってましたって言ってきます恥ずかしいんで。じゃあそろそろランキング読むね。13位ワイルドストロベリーさん、12位トモさん、11位タケシグランバイヒーハーさん、10位タクトアットいつも配信ありがとうさん、9位ツーピースさん、8位元気さん、7位クマさん、6位石川さん、5位ゆきたんアットレイちゃん大好きピさん、4位カズキスさん、3位プーさん、2位もえもえさん、1位おさむさんです。みんなありがとう、長々とありがとう、配信見てくれて。またね、明日の M ステ見てね、バイバーイ、おやすみー。